おはようございます。おはよう。お願いします。はい。あら。はい。なんかいいマスクしてるじゃないか。ありがとうございます。いいね、やっぱりこのね、このコロナがちょっとね収束してきてる状況ではあるけれども、はい、あの君みたいにあのしっかりと飛沫防止をね心がけて、これ以上そのチームにねそういう迷惑かからないようにっていうのをね、そういう心がけがある人っていうのはねいいね。ありがとうございます。うん、素晴らしいと思いますよ。はい。ただなんかなんかそれ普通のマスクじゃないね。はい。なんかプリントされてるのかな。あ、はい。ムーミンかな。なるほどね。まあでもやっぱりねこう高校球児というのはこうそういうのにね見向きもせずこう普通のマスクをねつけてほしいなと思うな。あ、すみません。普通のこうなんていうかね真っ白のもうスパイクユニフォーム白いからね、はい、そういうのがない方がいいかなと思うね。はい。いらない。はい、あなたもういらない。もう大丈夫ね。あなたみたいにその女性人気を狙って可愛いプリントされたマスクをしている人は夏の構想から外します。うん、こう見るのもやだな。君みたいな人はこう面と向かうのがやだな。ねえ、やだ、はい、もういいじゃないですか。もうねそういうねムーミンの可愛いプリントがねされたマスクする人はもう反応しに行ってね、あのムーミンパークに行って思いっきり遊んできたらいいじゃないですか。楽しいらしいよ、なんかムーミンパークっていうのはね。いいじゃないですか。ちょっとねムーミン好きなのかな。君は好き？ムーミン好き？ちょっと一回投げてみて。ちょっとあの投球フォーム一回見せてみて。あーいいね、あの手首の砂拭き、あー手首のスナップが効いてる、いい投げ方だね。でも君はあれなんだね、あのコロナは陰性だけれどもムーミンという妖精が好きなんだね。陰性なのに妖精が好きっていう、なんか面白いね君。面白いな。さあお帰りください。さいなら。ムーミンパン、ムーミン谷へ行ってきてね。フィンランドのねあるから。さいなら。